もうやだ、こんなオープニングを作りながら一人で笑ってる自分がさ。でもこれを見て少しでもクスッとしたそこのあなた、どうしたからね、頭おかしいと思え。はい、それじゃあ本編入っていこう。どうもクルイキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、マリオズデザートトラベルかっこトロールということで、マリオは砂漠に旅行ということでしょうか。で、このコース2023年4月7日に投稿してるから、結構新しめのトロールコースなんだよね。だから最新のギミックが見れることを期待してやっていきましょう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.71%。 投稿日が近いトロールコースってね、バグも使ってる可能性があるから結構楽しみなんですよ。そしてさっきのオープニングのダメージがめちゃめちゃ残ってる。なんだここのツナは、怪しすぎる。外幕ナメック星人、僕がこのワンナップ取れないとでも思っているのか。このワンナップを全て取って先に進んでいこうじゃないか。え、キノコ。もう先に解いたんじゃねえの。たまにはふざけてみていいこともあるもんだな。進めませんね。いや、左下がまだワンチャンあるよ。この先に進めるルートがないよ。最初にこのキノコ取っていくことは間違いないよな。右につららがあるからさ、あれを抜けていけってことだと思うんだけど、このちくわブロックすげえ怪しい。上の方が怪しくない。逆にあんなすんなり進ませてくれるわけない。だからこっちが正解だ。右のヒント1キアップを取れたことね。それが解いてんだ。まあまあ最初はいくら引っかかってもいいのよ、全然元気だから。後半になってくると元気がなくなってくるから疲れちゃって。そしてここは右でいい。あ、右でいいのね。この四角の枠すげえ怪しい。叩いた瞬間すぐ右上で行ってみる。これでかわせたね。危ないね、唇植物。何かが出てくるとは思ってた。アイテムだったらいいなとは思ってたけど。そしてこの左、ほっほっ、デカトゲピー。左右にこんな線あったら気になるじゃん、行きたくなっちゃうよな。右側は何もない。じゃあ左から順々にこのブロックを叩いてみよう。ペラペラ。真ん中はバブルか。右の氷を溶かしてくれるんじゃない。オーケーオーケー。そんな単純な罠には引っかかりませんよ。一旦バブルを出しておいてすぐ上に行く。やめろ、早く出せ。最近さ、気温が高くなってめちゃめちゃ過ごしやすくなってきてない？外におるのがすごく気持ちいいよね。まあ、体育とかしてたらさ、すごく暑くなるとは思うんだけど、まあ、何もしないで普通に歩くだけだったらすごく気持ちがいいよね。そしてフラワーとかどこにある？え、フラワーとかどこで？そこか。過ごしやすくなったらさ、すごくいいことがあって、あ、今オンオフが変わったのか。これでフラワーが落ちてくるっていう感じだね。過ごしやすくなったらさ、パン1で実況ができるのよ。このパン1で実況ってね、本当に幸せなんだね。もし実況者さんいたら試してみて、パンツ1枚で実況するっていうこと。特に絶叫系の方はね、マジでしやすいと思う。絶対バネが来るよ。バグが来たぞ。バグが来たらね、テンションぶち上げマックスキングダムですよ。じゃあ鉄器を出す。そして鉄器が行った瞬間すぐ右に行く。あっ、助けてー。みんなこのバグわかるかな。この下のブロックがあるじゃん。ボム兵もないのになぜか壊されてんだよな。じゃあブロックを壊してすぐ上に行けってことね。ほら、音もなくブロック壊されてるでしょ。あれはどういったバグなんだろうな。チェックポイント1、どこにあるんだ。チェックポイント1が見えないな。多分この先にあるっていうことだと思うんだけど、このボム兵を持ってここのブロックを壊す。そしてどこにいる。ここでいいの？え、チェックポイントは？なんかあそこ。危ねえ。ビビらせやがって。はい、どうもこんにちは。ただあの中間ポイントどうやって取ればいいんだろうな。で、ピンコインコース、これ一旦ここ入ってみようか。多分ピンコインコースではないと思うんだよね。あ、ピンコインコースか。こっから4枚のコインを集めるっていう感じだね。じゃあ左下のドアから行こうか。最近ピンコインコース多いよな。そしてここはクリボンを取って、バックッチャ。雲の中にいるブラパって当たるんだな。初めて知った。届くのか。じゃあこのクリボンを上に投げるとするか。さよならだクリボン。お前がな。じゃあ左ギリギリで投げようか。そしたらフラワーが取れるっていうこと。
今見た、なんか押し出されたんだよな。見えない何かに、多分バリがなんか来たんじゃない、全然見えなかったけど。そしてここは上に行っていいのかい。もうなってよ。分かった分かった、ここの雲すり抜けるからブラバに当たったっていうことなんじゃない。で僕今コントローラー離したよ、離してるけど、ほら今マリー右に行ったでしょ、あれ何なんだろうな。もういいや、このコース誰か交代して。バグがなんぼのもんじゃい、僕にとってはご褒美でしかないね。さあマリー進んでいこうか。なんかボム兵が出てきましたけど、あのボム兵左側が開いて左側から行けと、でも僕は右からまだ行ける。さっきからバグりすぎなんだよ。怒るな、そして騒ぐな。冷静になればこのコースのバグを見つけることぐらい何の造作もないぜ。バグスカウターを使えピオキング。ピピ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 、このコースのバグ戦闘力53万ですよ。なーに、やっちまったな、残念。はい、おパピー、ちょっといろいろ出てきて。最近松本人志のなんちゃらかんちゃらをね、 Amazon プライムで見て、ちょっとそれのネタを全部無理やりこじつけた感じ。で、ここは何や、ピース H のバネを持ってくんなってこと。いやそういうことか。でもこれ C 耐久っていう感じでもないよな、普通に左手やられる。あ、なんだ、残念。ならここは何も持っていかない、バネもピース H も持っていかないで先に進んでいこう。そしてメットがあったと思うんだけど、このメット持たなくちゃオンするから、ここで投げるっていうことなんじゃない。 OKOK。 そして次が2分の1からがどっち信用する。左信用するわ、頼む、イキャップ、あなたが正解でやってる。こんなの2分の0じゃんか。まあさすがにこれで終わりでしょ、下に行くフリーをしてすぐ上に行く。 OKOK。 そしてあのドアが最後と思うんだよな。さあドアの前に待ち受けなしゃっかな。キモ、絶対これでもう終わる、あの魚をしっかりと回避する。そしてこのドアに入ればもう終わりだと思うんだよな。ここ1個目のピンコイン、 OKOK。 そしてこのドアに入ればいいっていう感じか。で中間ポイントのところ戻るでしょ。であ、でまたこのね土管に入って先に進めっていう感じで、次は右下に行こうか。右下のドア入っていきたいと思います。で次左上右上で最後だね。でここはいや通らせろよ、今のキノコ取ってもよくないか。これはペラペラしてんじゃねー。じゃあすぐ右に行こう、この辺でキノコが取れるっていう感じっしょ。そんでこのキノコを取ってスピンしてる先に進めないね。みんな一つだけ本気で言っていいから、このオープニーこらー。いやすっきりしたわ、大声って気持ちがいいもんなんだね。用途を間違えなければ大声っていいかもしんない。そしてここは右上のバネ取りたくねえな、絶対なんか置けるでしょ。ここは何が出てくるの。バネ隠しブロックを叩いてすぐ右に行く。でバネを避けよう。でこのドッスンの上に行けっていうことなんかな。行かせて。いや右上のバネもすごく気になるんだよな、あのバネ持っていこうか。あ、隠しブロックがあるパターンってことは、あのバネ取れないのか。ってことはこの土管に入っていけばいいだけだと思います。待て、今ね土管に入れなかったわ、だから左行って右行く。あーなるほどね、これで右下の方に進めるってことか。もうダッシュしてきたけどいい、大丈夫。そしてここでブロックで壊してこの場所で待っておこう、何が来てもいいように。よしよし、絶対入らせてくれねえと思う。この土管頼む、入らせて。よし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 。でこの下は何。うわ上戻るのが正解、いや下行ってみようか、頼むこっちが正解でやってる。カニはいないのか。ならここは土管に入って普通に戻ればよかっただけか。ただそれでオンオフが変わってくれるかなんだけど、頼む変わって。なんか人っぽいのあるぞ。針の下に四角、あそこを叩けと。いい加減にしろよ。お願いします、もう許して、このコースは踊り事件、ここを叩けばもうビッグコインの場所に。みんなけ、もう俺に立てつくんじゃねえぞ、ちょっと人が下手に出るやよ、バン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 罠を仕掛けやがって。うわあと2個もあんのか。いや本当にこのコース面白いけどめちゃめちゃ難しいね。さあ次は左上、次はどんな罠が来るの。マントじゃん。いやこれ絶対叩いたらダメだろ、分かってるって。いや下に行く、いやこのまま上に行こうか。これは壊れはしない、いや壊れないってことはここマントで叩かなきゃいけなかったのかな。もう許
ジで。じゃあなんとね、くるくるやっていこうか。隠しブロックはないのかい？あるね。もう疲れたんで、やる気なしキングでやっていきたいと思います。ここはツタが出てくるっていう感じなんすね。で、オンオフは変わんない。じゃあこの土管に入っていこうか。そして次は、なんかヒントっぽいの書いてますけど、左上に飛んでいけっていうことっすね。じゃあ足は石で足。やる気なしキングの方が面白いかもしれん。じゃあこのスピンで行こうか。スピンでこのまま右ダッシュしたら、いや絶対当たると思ってた。危ねえ危ねえ、右側に落ちると思ってました。さあこれでピンコイン回収なのかい？ THX？ いや絶対違うよな。あとピンコイン1個集めなきゃいけないと思う。オッケーオッケー。さあラストのドアにレッツゴー。この子スケチカだったけどめっちゃ面白かったね。まだ終わってないんだよ、早く行け。以上やし。ならお望み通り、右ダッシュして先に進もう。そしてすぐにあのピン。不全なんで？もうわけわかんねえって。じゃあどうすればいいのよ、ここは。右ダッシュしたらダメってことね。こいつがアイテムなのかい？強引じゃねえか。あーなるほど、ここを開けてくれるっていう感じか。いやこれはマジでわかんないよな。ワープ系のバグは絶対に引っかかるって。そしてここはオンオフを変えて、このメットをかぶっていけっていうことなんじゃない？上は？上はいけないよな、この土管は。何の意味もなし、この下に降りてっていいのか。どうなる？ごめん、ちょっと待って、ちょっと、どこ入ってんだ。つくづくね、実況者に向いてないと思うんですよ。自分でしょうもないことを言って笑う、笑ったことによって自分が喋れなくなる、それって実況者としてどうかなと。笑うなピオキング、ここは死んだふりでいいのかい？ふりじゃなくなった。たまにコメントでもね、笑いすぎてコメント。もうダメだ僕は。あ、ここ上に行けばよかったのか。あ、なるほどね、こいつ。みんな僕ね、ガチで思ってることがあって、笑ってはいけないに出たら優勝できる気しかしないんだよ。もう黙っとこうか、僕は。多分ね、黙ってた方がいいと思う。これ左から行こうか。あの四角の枠絶対なんか出てくると思う。そしてこの土管に入れば、頼む、もう終わらせてくれ。最後の鍵ドアに入らせてくれ。どうなる？来た来た来た、やった。いやこれ本当にぶつけえばい。じゃあ最後の扉まで行こうか。これね、僕思うんだけど、右のブロックがあるじゃん、あそこ開くような気がするんだよな。いや開かないか。多分ここに入ってやっぱ違いますみたいな、そんなことなんじゃないの。 CP0 頼むよ。さあどうなるこれ。これはもしかして右が白く。あるね、ここは。あるね、ここも。あるね、邪魔すんな。大事なのは鍵を。よしよし、鍵手に入れた。そして次は右が開くっていうこともなさそう。ってことはさ、あのどっかもどうやって入ればいいんだろうな。この辺からあったよね。じゃあこの辺からジャンプして、あのハテナの中に入るっていうことなんじゃない？いや無理。ここも隠しブロックあんの？全部あるってことは、左からもしかして行く？あーこっちから。いや行けないな。どうしよう、こっから行き道が分かんないんだよな。一旦扉戻ってみる。扉は戻れない。いやこれ絶対行けないんだよね。ここは、あ、こっからないってことはどうにかして行けそう。頼む、こっからジャンプ。やったゴールは。よしよしよし、頼む、何も出てくるなよ。上は何もないのか。右はすごく怪しいな、隠しブロックもない。一旦右行ってみる。あ、右なんもないのね。石橋が出てくると思ったけど、それじゃあゴールしたいと思います。いや本当にすごい楽しかったね、このコース。制作者さん初めて見る方なんだけど、こんな優秀な人を見つけられて嬉しいね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオダウンス&アップスということで、サムネを見る感じ、一マスの隙間をくぐって、そして登っていけっていうコースだと思うんだけど、多分半分に来た時にあのスターがあるんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.86%。これね、似たようなコースしたことあるんだけど、これはめちゃめちゃ難しいと思う。だってさ、一マスしかないんだよ、針と地面の間がさ。そしてここにも落とし穴があるみたいな、これいけんのかな。まあこうなっちゃうよな、わざとじゃないからな、これ結構ガチ。シュールすぎマリオの落ち方が。歩いてってみる。歩いたら針には絶対当たるよな、今言ったら当たってたと思う。だから速度を微調整しながら行けっていうことだと思うんだけど、ほんとそれが難しいの。マジで一歩も進まん。一歩進めたらね、流れで行けそうな気するんだけど。
絶対なんか簡単な生き方があるはず。そうじゃないとこんなに下れないと思うよ。多分ね、パターンを見つければいいと思うんだけど、とりあえずこの一マスのところ、このちょうど真ん中にマリーがいるとき、こっからのパターンを見つけていこうか。右行ってしゃがむ。地味な作業だなこれ。動画の絵的に大丈夫？マジでやめようかなって考え始めてるね。一回でいいんだ、頼む、行ってくる。よーしまだ一回じゃねえか、そんなに喜ぶな。なんとなく感覚がつかめてきたかもしんない。次も絶対行くよ。諦めたい、諦めたいよお母さん。こんなに難しくて動画映えしないコースをなんで僕はやってんださあ、2回目。もう嫌だ。これ僕めちゃめちゃ苦手かもしんない。他の人だったらもうちょっとうまくいけるかもしんないんだけど、なんかね、こういう繊細なやつって全然いけないんだよ。いや、なかなかいけてるね。ちょっとだけコツ掴んできたんじゃない？どこが？みんなコツ見つけてきたね。マリオさ、真ん中より右の方にやっておくじゃん。多分こんくらいかな。こんくらいで右に行ってしゃがませる。そしたら結構簡単にね、進ませることができるよ。オッケーオッケー。これでさっきのスターのところまで行ってくれ。よしよしよし。ここでしゃがむ。みんなもうちょっといい方法を見つけてきたわ。このマリオの右足があるじゃん。右足か左足か分かんないけど、それがね、ブロックの割れ目の真ん中に来るぐらいにやっておく。そしてダッシュボタンを押しながら右下いや違うんだって。さっきそれでいけたんだよな。それが一番簡単な方法だと思うんだけど、ほらほら、なんかスッて入るでしょ。あのスが大事なんだよね。オッケーオッケーオッケー。てかもうしゃべらんって言いましてもうやり直したくねえよ。最初からよしよしよし、あのスタートのところまで行きたいんだ僕は。くっ、みんなまた簡単な方法を見つけてきたねもう常に試行錯誤しまくってる。ここでさ、ダッシュボタンを押しながらしゃがみジャンプ右下、これで結構いい加減にせよ。いや本当にさっきこれでいけたんだって。絶対これがね、一番簡単な方法だと思う。使えれば、ほらほら、ここでジャンプ右下、このね、マリーの左足がやっぱブロックに重なってる時だね。ここでジャンプ右下、それでいけることができるね。もうそれさえ分かってればこっちのもんだよ。もうこんなんだったらしゃべりながらクリアできませんね。もう見飽きたでしょこの場面。絶対にクリアするよ。このスターさえ取れば絶対にクリアできると思う。頼む。よし、ゆっくり行こうか。歩いて、悔しい。今絶対いけたと思った。いや言い訳だけさして。今までさ、ローテンポで来てたじゃん。それがスタートってから急に速くなったから、ちょっとついていけなかったの見苦しいんだよ。スタートっても時間はたっぷりあると思うから、ゆっくり行こうか。多分ね、ゆっくり行った方がいいと思うんだよな。はい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 、頼む、もうゴールで会ってくれ。やったいや、めちゃめちゃ時間かかったこれ。相当しんどいね。マジで一回みんなやってみてほしい。僕の攻略法なしでねどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。